No. こんにちは。はい、今年最後のブラッカン TV の放送となります。はい、今日ですね、最後なんですけど31回目となるんですよ。はい、で31回目に、今日の、ゲストの前に、私が、この11月1日に、パーティーをしたんですけども、その模様をちょっと出していただきたいです。いつもありがとう、ありがとう、言葉にして。これはですね、ストーンメイクの200人記念達成パーティーということで、たくさんの人に、来ていただいて、今ですね、はい、映ってたと思うんですけども、はい、今日ね、この全体的な、本当にね、来ていただいた方、この場でお礼を申し上げます。ありがとうございました。はい、そこでですね、一番最初の時にエスコートをねしていただいた今日はゲストをお招きいたしております。はい、今日は、はい、ありがとうございます。ケイ君です。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ねえ、なんかどうでした？いやでも本当にそのエスコートっていうのは大きな会場でするっていうのが初めての経験で、はい、本当に楽しかったです。ああ、そうですか。よかったです。はい、ね、ということで、ちょっとね、自己紹介なんかをね、ご本人からちょっとしてもらいましょうかね。はい、どうぞ。今回はこの波動メイク200人達成記念パーティー映像が、はい、エスコートとして参加させていただくことになりました。まあ、駆け出しの俳優やってるケイと申します。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくね。はい、頑張ります。はい、はい、では皆さん、またケイ君を覚えておいてください。はい、よろしく。恥ずかしい。恥ずかしい。いえ、なんかすごい緊張してたね、はい、さっきの。ね、いや、でもまあそうですね、映像で流れた通り、ケイ・フィリペックっていう名前で、ね、ケイ・フィリペック多分下に出てきてると思うんですけど、そうですね、はい、の名前で俳優活動をさせていただいておりまして、うん、ね、本当にね、すごい。去年まで、はい、アメリカの方に、ね、はい、そうですね、いたかったんですよね、はい、ではどういうね、ことをされてる、ちょっとざーくりとでいいんで。そうですね、もうずっとその俳優になりたい、演技したいっていう思いはあって、はい、うん、それで高校を卒業した時に、うん、ロサンゼルスの方に、はい、飛び込んでいって、うわ、もういきなり、ね、とりあえずハリウッドに行こうってなんか田舎が出てもうみたいな。若かったですよ。もうハリウッドに行ったら何かが、はい、もうね、すごい、なんか行ったら何か起きるんじゃないかって言って、うんうん、まあ、向こう行って、うん、大学行って演技学びながらその活動っていうのを始めたんですけど、うん、はい、まあ、またね、すごい全然ね、もっと大きな世界で、まあ、いろんな経験をして12月に帰ってきたんですけど、日本に。すごいですね。じゃあ向こうにどれぐらい行ってたんでしたっけ？4年ぐらい、はい、行ってて。すごくないですか、皆さんね。その4年間の間に飛び込んで、そういったところでね、自分を本当に鍛えて帰ってきたんですね。すごい貴重な経験ができました ね。本当に素晴らしいね、これからの新進の俳優さんなんですね。それ頑張りたいですね。すごい、はい、ね、皆さん本当ね、ケイ君ね、覚えておいてください。でケイ君はですね、いろんな、日本に帰ってこられても、まあ、いろんな活躍されてるんですよね。ありがたいことに機会をいただいて、うんうん、結構皆さん、うん、もしかしたら
知ってる方もいらっしゃるかもわかんないですよね。いますかね。いやいやいや、いてませんか皆さん。見たことないですか。もしね、CM とかも出てるってね。そうですね。今流れてるかわからないんですけど、スマレジっていう、このなんか iPad のなんか最近レジあるじゃないですか。はいはいはい、その簡単に決済できるみたいな。うんうんうん、その、テレビ CM に出していただいたりとか、一番大きかったのが去年、アメリカいる間の収録だったんですけど、日本の、フジテレビさんの世界なんだこれミステリーっていう番組に現地レポーターとして出演させていただく機会がございまして、向こうの方で、はい、現地で、もう初の日本の全国放送っていう経験だったので、本当に緊張はしたんですけど、誰が来られたんですか、その時に。その時は本当に現地でのナレーターの募集、その現地のクルーの方々に案内してもらったんですけど、本当に中継でつながりながら、キャリーパミパミさんとか蛍原さんとか、もう本当にすごい豪華な、アーティストの方々、芸能人の方々とお話ししながら収録していくっていう経験だったので、本当に、もう新しい経験ばっかりですごい緊張したんですけど、本当に素晴らしい、すごい、はい、ね、いい経験でした、はい、やっぱりその時の経験がいろいろとね、生かされてきたりするでしょうしね。そうですね、本当に、はい、これからですよね。でもそういうお仕事がやっぱりちゃんと来るんですね。いや、ありがたいです本当に、すごい、はい、ねえ、やっぱりこういう芸能界とかいろんなところって本当にこう人のね、移り変わりも激しいですし、でやっぱその中で活躍をしていこうと思ったら、やっぱいろんなね、努力も必要なんじゃないかなと思うんですけどね。今日ですね、本当にこう一緒にお話しするトークの中でテーマっていうのをねちょっと決めましてね。でテーマは、目標ね、目標向かう行動っていうことは、はい、ケイ君にとってどういう行動を起こしてきたのかなっていうところのお話とかをちょっとね、皆さんに、はい、ちょっと聞いていただいたらいいかなと思うんですよ。はい、いやでももともと小さい時から、はい、その俳優を目指すってなかなかね。そうですよね。うん、だから、はい、その話はちらっとだけ前聞いたんですけど、はい、皆さんにね、小さい時とか。そうですね、本当に京都と奈良の県境の、田舎中の田舎みたいなところで、小学校行ってたんですけど、自分もすごいね、騒がしい子だったりとか、ハーフっていう、自分はオーストラリアと日本のミックスなんですけど、こういうねちょっと外国人に見える、顔が ね, ねすごい珍しかったっていうので、田舎だし孤立する経験もあったりだとか、いじめにあったりだとかもした中で、本当に映画を見たりだとか、本を読んでたりとかするときに、例えばそのハリーポッターとか、はいはい、そういう現実とは違う、またすごいその映画ならではの世界観が広がっているわけで、はい、そういう、それ見てる間がその現実逃避っていうか、最初はそれに救われてたんですよ、いろんな俳優の方々の演技とかに。でそこで徐々に思うようになったのが、自分もそういう世界で生きてみたい、いろんな人生を経験してみたいと思った時に、どういう仕事があるのかなって思った時に、俳優っていうのが目に浮かんで、そこからもう一つの俳優っていうのは一つの人生でいろんな人生になりきって、経験していくわけで、なんか自分もそうやって多くの俳優の方々に救われたように、自分も人を救えるような影響力のある俳優になりたいなっていう気持ちが徐々に高まってきて、今に至るんですけど、それがいつ、もう一回いつ、もう小学校10歳ぐらいの時から、もちろんその10歳の時に僕は小説の世界を生かしながら人を救うなんて考えてないですけど、なんとなくなんとなくそういう世界で行きたいなって気持ちが年を取るごとに徐々に形成されていって、もう今では本当にもう10年以上ずっと思ってる思いなので、やっぱそれがすごい、はい、なんか最近のね若い人たちって意外と目標ってね、ない人が多いんですよ。聞いてもあんまりわからないとかね。でもで、そうですね、でそういう悩みのある人も多いですよね、そうだから欲があんまりない人が多いなって感じがするんですよね。何がなんか車が欲しいとか、はい、昔はねそういうなんか物が欲しいとか、はい、何かが欲しい、かっこいい物が欲しいとか、はい、そういうところから入っていくことって多かったと思うんですけど、あんまり最近の人たちっていろんな
お話ししてても無欲、無欲、あ、無欲な人が意外と多いんですよ。なんか欲がある人は欲がめっちゃあるし、エネルギーもすごいあるんですけど、その自分の周りに集まってくる人たちがみんな自分が変わり者なので変わり者ばっかり集まってきて、もうありがたいことにね、エネルギーばっかりの人たちに囲まれてるんですけど今。だから逆に それはすごい、ね、やっぱりこう、はい、そういう同じような考えとか波動がすごい高い人が多いんだよね。なんか ねすごい面白い人たちばっかで、うん、毎日がすごい楽しいです。そう、はい、どういう面白い人、どんな人いてるの？どういう面白い人、まあそれこそね、コーヒー屋さんを自分の一個下で今一生懸命一人で回す練習してる子とか、うんうん、アパレル古着屋のブランドを自分で立ち上げて、うん、もうオンラインとか自分で下ろしてっていう一人どれぐらいで、同い年ですよ、うん、それで一人で全部やってってモデルやってる子がいたり、うん、それこそアメリカで出会った人たちでダンスやってる子とか、うん、俳優やってる人たちとか、なんかすごい恵まれてるなって思って、自分がその目指して歩いてきたから、そういう同じ価値観を共有できる人たちが集まってきて、うん、なんか本当に自分のこと分かってくれるっていうか、うん、ね、自分も結構うるさくなっちゃう時あるんで、そういう時にね、うん、もう同じ波動でそうやって物事言い合えるっていう、うんうん、すごいね、うん、すごい嬉しい環境ですね、うんうん、やっぱり環境って大きいよね。はい、本当にそう思います、うん、ね、人は環境の中でいろいろ変わっていくので、うん、そういう環境の中に自ら飛び込んだっていうことがもうすでに、そうですね、うん、そこにこう進んでいっているんでしょうね、はい、だからその目標っていうよりももう本当にこう現実にこう絶対なっていくんだっていうことをイメージしてるんじゃないですか。ああ、うん、多分なんかね、うん、イメージできてるのかなって思う時もあるんですけど、うんうん、そのでも芯の部分はずっと思い強く残ってるんで、うん、そのおかげで今もね、めげずに目指し続けられてるのかなとは思います。いやだからそのなんかね、いろいろお話ししててもその向かっていってるその感じっていうのはすごい感じる、はい、あ、本当ですか。うん、だから何かやっぱり応援したくなるし、何か自分に何かしてあげれることはないかなっていうね、いうものがやっぱあったんですね。本当にありがたいです、うん、はい、だから今回も本当にちょっとしたきっかけでね、もともとちょっとね知ってるっていうね、いろいろこう環境の中でご縁をいただいて、はい、そうですよね、もうその一瞬でね、うん、そのパッと、うん、お電話をしてみたいな、あ、こういう人が一緒にこうエスコートしてくれたらいいなっていう、私の、はい、引き寄せでもあったと思うんですね、うんうんうん、だから全て一人一人が自分の引き寄せが、はい、一つにこう固まっていくんだろうなって。そうです、引き寄せますもんね。そうそう、引き寄せるからもう本当に無駄なことが何もなくて、うん、そうなってきた時に本当にこう私も目標に向かっていってる、はい、うん、でそういうお話を聞くと本当に私も頑張らなくっちゃって思うし、うん、そういったことがね、はい、こうね、しっかり自分のね、うん、力になっていくんですけど、でちょうどそのパーティーの時に、お世話にもらったね、ジャジャ、はい、じゃあ、はい、出ますよジャジャが横向いてる時に、はい、ね、あの時も一緒にね、うん、パーティーの時に、はい、いろいろお世話にもなって、うん、力を貸してくれて、ね、でね、なんかこういうこうね3人でご縁が不思議ですよね。もう本当にあれがなかったら今は全然道であっても全然知らないわけですよね。やっぱりきっかけってすごい、だからそこからまた、うん、今度はまたいろんなものが広がって2人で行くのかもわからないですよね。そうだね、ケイさんとね、一番最初ね、パーティーで控え室かなんかで会った時に、はい、うん、もうすぐもうでしょ会話って、ね、会がだって英語で何年か知ってる友人ね、友達みたいな感じで 会話してたから、そう、すごく、もうだからさっきでもこう2人でね英語で交わしてる私がじーっとこうやってね入れないんですよああいいな、その中に入りたいなとか思いながらね、実は入れるでしょ入ってるんですけど、うん、だからそういうふうになんか人っていろんなちょっとした、ねね、出会いで、うん、もう人生が変わっちゃうっていう ね、うん、ねことがなんか楽しい、そうですね。でね、ケイ君もこれからどんどんこういろんなことに挑戦ね、はい、
して行かれる中で、うん、もっともっとね、やっていきたいことがあると思うんですよね。はい。うん。で、皆さんにしっかり顔を覚えておいてもらって、ねえ、いいですか？ズームで。ちょっと、見ないでください。いやいや、見せとかないといけないんですよ。やっぱり、覚えてもらうって。でね、ハーフだから、なんか、似てるような人見てない？似てるような人ですか？うん。ハーフの人って、なんか、日本からしたら、なんか、みんな同じような感じに見えたり。そうです。誰に似てますかね？誰に似てるとかよく言われるんですか？あ、でも、ジャジャとよくそっくりって。本当だ、そっくりだよね。双子かな。確かに確かに。もう何言ってるの。でも話が合うよ。うんうんうん。そう。でね、ケイ君って何歳だっけ？先月23になりました。23だよ。もうすごくしっかりしてません？それはね。23の。青年っていうよりもうちょっと上っぽく見える、うん、本当ですか、うん、落ち着いて見える見そうだよね、うんうん、でも23歳って本当になんか楽しみだよねこれからが、うんうんうん、もっといろんな、うん、で一応ねなんかいろいろ今いろんなことをねされてるんですけど、うん、皆さんに英語のねさっき言った英語の英会話とかもちょっと人に教えたりしてませんか？なんか本当に、うん、もういつ終了するかわからない期間限定ではやってるんですけど、うん、そのまあ俳優活動をやりながら、うん、そういう英会話を学びたい方と、うん、そのしっかりと堅苦しい英会話をしっかり学んでいくっていうよりかは本当に気軽にねビデオ通話しながらお茶でも飲みながら楽しく会話してたら、うん、あれ気づいたらフレーズ覚えてるみたいな、うんうん、フリートークできてるじゃんみたいなこの、うん自然に身につく英会話っていうのをすごい、うん、考えながらちょっと今やってみてて、うん、本当に限定なんですけど、うん、で生徒数にも、うん、自分仕事しながらなので限りは出てくるんですけど、うん、本当に興味ある方は、うん、それこそこの、うん、この辺この辺ですかねその辺出てる出てるケイ・フィリペックこのアルファベットを打って、うん、インスタグラムで検索かけていただくと出てきますので、うんうん、よかったらねフォローしていただけたら、うんねそうですね、はい、だからやっぱり俳優にだからやっぱりいろいろなっていく間でもいろいろこうやっぱりね、うん、今努力している部分もありますの でその自分のやってることを生かしてるね、はい、ことで英会話っていうのをちょっとね皆さんさっきズームとかもやってるんですか？ズームでやるんですか？そうで英会話は基本そう、ね、俳優やりながらにはなってくるので、はいうん、ただズームでそのお互いの会う時間帯に、うんうん、しっかりと1対1で喋りながらっていうレッスンスタンスが、はい、そこがポイントですね。ポイント特徴です。そうらしいです皆さんズームの中で、はい、ケイと一緒に英会話をお勉強したいなって思われる方はそこでしたよ。この辺ですね。その辺にね、ピピピって言ってね、ぜひ、ね、言ってみてください。はい、そしたら、お友達にもなりますね。ねえ、1対1で喋れますからね。1対1で喋ってください。今だけですよ。そうですよ。有名になったらもう無理ですよ。でも、いやいやいや、いや、うん、本当にね、人っていろいろな人たちの中でね、うん。うんだからこういうふうに今英会話とかそれからあとなんかいろいろ今はそうですまあ本当に駆け出しながらなんですけど、うん、来年の2月頃にもちょっと舞台の話が上がったりとかしてるみたいですよゆっくりではあるんですけど、うん、お仕事もゆっくりと、うん、しっかり前には進んでいるので、はい、もう3回目ですかねこれここフォローしていただければ、うん、だいたい最新情報インスタグラムの方で、ね俳優活動から、はいまあ、モデル活動等含め、うん、活動を投稿しておりますので、うん、少しでも気になる方はぜひフォローして応援してくれたら、はいめっちゃ嬉しいです、ねはい、喜びます喜びます、はい、踊ります踊ります、はい、ね本当にこうなんか楽しくね、うん、はいやっぱりいろんな道のりがあるんだけれどもそういった形の中でいろんな人たちとこう、ねうね、関わっていくっていうことも一つの、うん、つながりって本当大事ですもんね大事ですでね彼はねこう見えてもなんかもう面白いんですよねもうね硬い感じで見えるじゃないですかもう冗談がすごいね
面白い、面白いじゃない。バレました本当にね、あの楽しい、うん、とってもね、あのいい子でございます。あの滑って笑いを取るのが得意らしいです。あの滑るんだ。全然面白くないんですけど面白くなさすぎて、うん、あの帰って笑ってしまうみたいな、ね。はい、あ、それっていいよね、うん、なんかあんまり面白くないやんって言いながらそれ突っ込まれて、うん、ね、あの高校の時はあの、ね、残念なハーフって言われてました何何残念なハーフ、残念なハーフって言われてた黙ってたらモテるのにって言われてねそうだね、喋ったらもう残念、そう、口出したら残念って残念なハーフっていうね、あの変な話もあるんですけれども、へ、うんうん、はい、面白いですね、うん、なかなかね、うん、あのそういうふうな感じでね、ね、ケイ君を、いろんなところでねちょっとこう応援していきたいななんてね思って、今回も、うん、あのちょっとラジオの、はい、依頼をしちゃったわけですけど、本当にありがとうございます、うん、いえいえ、もう本当にこう私も良かったんですよ、皆さんからね、うん、あのこのエスコート誰あの子誰みたいな本当ですか、うん、そうそうそう、いや素敵なって言って、うん、言ってました。だから大成功だったんです、私もね、あのそう本当にちょっとしたところから、あのせっかく表に出るんだったら、うん、誰かね、あの女の子より男の子がいいわって言ったところから、あいるいるっていうところでもう本当にその言葉に出して大事ですね、はい、うん、そうですよね、いろんなこと自分の思ってることを言葉に出しちゃうともうその通りになっていくというね、言霊って言いますね、言霊、うん、そうですそうです、はい、だからもういろんなことをみんなでこう、うん、表にこう言葉を出しながら自分の持ってるねその目標っていったことを絶対ゲットしていけれるというふうに ね思うんです、はいはい、でやっぱりこう考え方ってすごい大事でしょ、うん、いや、うん、それは本当に ね全てだと思います。考え方は考え方で今がありますからね、はい、うん、その通りです、はい、ね、だからよくそういううまくいく考え方とか、はい、そういったのもよく聞いたりしたでしょ。聞きました ね、はい、本当に自然界の法則という、自然界の法則、そうですね、自然の法則というね、まあ、本当に、うん、まあ、の生き方っていうか、うん、その、まあ、物事も辛いことも楽しいことも捉え方一つで全く変わるっていうか、だからね、本当にその、まあ、自分の母の、仕事の関係ですごい考え方っていうか、まあ、生きていく上での、まあ、すごい面白い話をよく聞かせてもらってたんですけど、その本当に辛いことがあった時とか、うんうん、まあ、いかに今の状況を、うんうん、ネガティブに捉えるのではなく、もっと面白く見て、なんて言うんですかね、もっとポジティブに人生を明るく、うん、まあ、なんか参加と還元と言いますか、はい、出ました、うん、参加があれば還元があるわけで、はい、そうですね、うん、本当にそう、辛かった分の参加と同じぐらいの還元が来るよっていうね、はい、そう、もうアップ&ダウンですからね、アップ、人生は、そうですね、はい、だからいろんなことがあって当たり前だけど、うん、それをさっきでどう捉えるかっていうことで変わっちゃうよね。そのね、本当に生き方の話がこの23歳の彼とねいやいやできるっていうのが私もすごいびっくりっていうか、だからなんか絶対こうね開けたらなんか絶対、うん、もう絶対20代じゃないなって思うんだけど、いやいやいや、うん、でもやっぱそれはね、うん、きっとお母さんのちゃんと教えだと思うんですね。はい、お母さんって素晴らしい見てますか、ケイちゃんね、本当に、はい、うん、やっぱりこうなんかお母さんって明るいもんね。そうですね、うん、本当にそれこそエネルギーの塊と言いますか、はい、そうですそうです、はい、もう本当に素晴らしいお母さんだからね、いい刺激をいつも受けてます、うん、ねえ、はい、だからやっぱちゃんと育てたんだなってやっぱすごい見てて思います本当ですか、うん、すごくちゃんとしっかりね、うん、うん、やっぱり何でもそうなんだけど、自分今の自分があるっていうのは自分のお父さんとお母さん、うん、この影響ってやっぱ大きいんですよね。そうですよね、やっぱりそこで生まれ育ってますからね、うん、そうそう、それがもう普通でね、うん、来るので、やっぱそこでそのお母さんのおかん、はい、考えとかやっぱりそういう教育っていうのが本当に後々ずっとね、うん、その人の人生っていうかもうベースになっちゃうんですよね、うんうん、いいことでも悪いことでもね、うん、うん、
だからもう本当になんか楽しみだなと思います。ケイ君がこれからね、いや嬉しいです、この23歳で、はい、また来年は自分の中でまた次の目標で、そうですね、っていうのを決めてるんですもんね。うん、まあどんどん、うん、それこそもともとハリウッドに飛び出て、うん、まあコテンパンにやられたんですけど、あそう、うん、舐めてましたね、いけるんじゃねって思って、うん、飛び込んでいったら、ね、うんうん、そしたらああちょっと業界がハードでかすぎたっていう、うん、まあね調子乗っていきなりプロの世界に突っ込んでって、うん、自分の甘さを知って、うんうん、まあ、コテンパにやられて帰ってくるっていう、うん、あよかったね、まあ、いい経験だ、いい経験、そこを見れたのでハリウッド、うん、コテンパにされたんだ。あとはどうやってまた自分の最終ゴールはやっぱハリウッドでの俳優っていうか世界的に、うん、影響力のある俳優にはなりたいので、うん、本当にもう一回ハリウッドに戻るために今から、うん、日本とか、はい、それこそね自分オーストラリアとハーフなんでオーストラリアだったりとか、うんうん、いろんな国を回りながらしっかり経験を積んで、うん、やっぱ特に海外とか行くとすごい視野が広がるの分かります、なんか全然違う文化に触れてっていう、うんうんね、だからもっといろんな国に行って、うん、もっとそういう理解を深めた上で、うん、そうするとよりその俳優としても深みが出るのかなって思って、うん、ね、いろんな経験がね追求していきたいなって気持ちはすごいです。素晴らしい、コテンパにやられたから、コテンパにやられましたね、ボコボコに、はい、ボコボコになったみたいですけどね、はい、そこから立ち上がっていくからまたね、よかったですね、若いうちにコテンパになっててねまあね、まだまだこれからの参加を、ね、参加しに行くつもりで、あ素晴らしい、今のうちにも参加しておいて ね、 ね、うん、ね、はい、ジャジャもねやっぱり今海外から来られてるんですけどね、うんうん、ね、分かりますよね今言ってるようなこと、同じ年で多分日本に来たと思う、おー、うん、ね、さコテンパにはなってないまあ日本語が増えた時にね、なんかいろいろ辛い経験もありましたけど、言語の壁ね、そうそう、いろんな壁にぶつかったりしてたから、うんうん、そうだから気持ちはもう十分わかりますよ、うん、でもそれがあったこそ自分が強くなって、ね、それがすごい人生変えるっていうか、うん、ずっと日本にいて、うん、日本でいると当たり前だったことが、うん、それこそね、まあ、いろんな人がもっとアメリカに行くと、うん、いろんな国から人が集まってるわけで、うん、それこそ日本にある問題とアメリカにある問題って全く別で、いざ行った時に、うん、あこういう考え方があるんだとか、うん、あもっと自分のことを大事にしていいんだとか、あなんかもう全部が日本には日本の良さがあって、うんうん、アメリカにはアメリカの良さがあって、うん、でもアメリカにはアメリカの悪いところがあって日本には日本の悪いところがあってってなった時に、うん、じゃあもうどんどんいろんな国行くともっとそのいろいろ見れて、だからそのアメリカで経験があったから日本に帰った時に今までだったら気にしてた問題が全然気にならなくなったりとか、うんうん、からもうメンタル面にもすごいいい影響があるな、ね、視野が、ね、視野が広がるんだよね、うんうん、すごい広がります、めちゃくちゃ、やっぱりそうですか、うん、そう一緒ですか、そう気持ちが痛いほど分かりますか、気持ちは、うん、まあ、目標もね、持ってたし、僕もあの時も持ってたし、うん、でもそんなにうまいことをね、うん、踏んでいったりはできないから、うん、ね、僕も来た時にもう日本語は全くゼロだったから、うん、もう第一番最初の目標はもう日本語を喋ることですね、うん、ね、日本語学校に行って、うん、いや大変だ、そう、うん、それもなんかいろいろ大変なことがあって、うん、で次の目標は例えば日本で自分の会社を作りたいやったらまず日本の会社にね入ってもうその仕組みをある程度勉強して、うん、自分で経験する、うん、じゃあ日本の会社に入るんだったらまず資格を持たないといけない、あだから専門学校か大学に入らないといけない、うんうんうん、それは次の目標、はい、それを達成したらまた、うん、じゃあ会社に入ってどういうふうに自分にいろんな技術を身につけるかとかいろんな目標があってだんだん達成していったら、うん、大きな目標につながるんだよね、うんうん、そう段取りがねどうしてもねすごい道のりが長いからそうだよね、ねえ、でも本当なんか聞いてても、うん、なんかこういろんなことがでも2人ともいろんなことをクリアしていく人ですよね、うん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 、
ね、でもね先生もね、ね、いやいやそう、一番先生さんになんかすごい褒められてる、ありがとう言って言ってなんかそうそう、うん、シズさん、シズ先生もすごいすごいところがあるよ。シズさん、シズ先生がすごい本当に、ね、ありがとうございます。でもね、多分ね、シズ先生はもういろんなの、うん、器が広いから、うん、自分がいいことやったとしても、うん、あ、もっといいことをやればいいかなとか、たくさんの、ね、すごいですよね。自分に、うん、イエシね、なんかそういうあまり認めてないでしょ。あ、自分がすごいいいことやってるんだよとか。あんまり考えてないんですよね。そう、あんまりそう、そこ自分は何ができるかなって。たまにね、自分がすごいだよとか、うん、たまに思ってる。そう、でも最近はね、そういう自分が、頑張ってるなって自分で自分を褒めてはいます。うんうん、そうだね、うん。自分を褒めることはすごく大事だよね。すごく大事ですよね。うん、褒めすぎたらよくないけど、ね。そうそう。なんかよく失敗したり、うん、よくドジもするんだけど、この自分も私なので、うん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 、無理に、なんか人と比べたりとか、もうなんか無理をしてよく見せようとか、うん、それはね、うん、するとしんどい。いや、うんうん、ずっと気にする、大変ですよね。そうそうそう、そう、この人はこれができるから私もここまでって思っちゃうとしんどいから、うんうん、でも自分との器でって、はい、自分はここがすごい得意だから、うん。うん、でやってもらった今の自分自身がたくさんの人に助けられてきたことっていうのが、うん、やっぱり今の私の原点にもなってるので、あとは本当にこうなんかいろんな人たちに力、うんうん、私と出会ってよかったなって思ってもらえる、そうそうそう、たくさんの人にね、うん、シズ先生に助けられたことあると思うんでしょ、うん、そう、シズ先生と会ってあ自分に自信持ち、うんうん、持てるようになったとか、そう思います、はい、ね、先生と出会った時に、うんうん、あ、自分が、あ、ちょっと見方が変わった、視野が広がってきた、うん、そのね、もうお客さんの中にたくさんいらっしゃると思う。すごいです、うん、本当にありがとうございます。いると思いますよ、うん、結構ね、うん、もう番組2年半こちらでされてるでしょ、はい、2年半そう31回だから、そう2年半やってると、うんうん、だからいろんな生徒ね、うん、お客さんとか生徒の中で、うんうん、ゲストで来られたりしてて話を見たときにみんなねすごいもうそういう恩返しをしたいとか、うん、感謝の気持ちをね修先生に対して持ってるっていうということはすごく素晴らしいことやってあげたと思うのよ、うんうん、そう思うというのは。でも多分修先生はあそんな自分のことはあんまり分かんないみたいな、うん、そうなの、そんな自分がこんなことしたって思ってないから、思ってないでしょ、だからそういう謙虚な気持ちね、心もな、そう、そう気持ちでしてるから、それがたまにいいのよ、たまに損する場合があるのよね、うん、そう、なんかたまに威張らないといけない、もう自分が威張らないといけない、威張るっていうか、私はすごいんだよとか、たまにいつもではないけど出さないといけない、それでね、うん、尊敬心も得るし、はい、うん、尊敬してもらうし、もっとあ、シズ先生はもうすごいんだよっていう思ってくれるのもあるし、うん、そう、だから今年、うん、今年1年ね、もうすぐで終わるんですけど、そうですよね、もう早い時間経つのが、うん、そうで、この1年ももうこのあっという間にね、1年来たんですけど、うん、その中で今言われてるようないろんな人のことも思いながらやってきてでしたけど、自分自身もすごくこう気づくことが8月9月ぐらいにあったんですね。でそこから私自身も、私が一番に幸せじゃないともっともっと皆さんに幸せにできないなって思ったのね。そうだから人のことばっかりこうやってて、ふっとした時自分が、うん、例えばうん、お仕事のことでもね、ちょっとこうスローペースになってきた時があって、うん、わあどうしようと思ったことがあったんですね、うん、だけどここをなんとかちゃんとした仕組みっていうか、自分も生きてて、できちっとこうずっとちゃんと回っていけれるようなものを自分のためにやりたいっていうところからね、うん、また来年もね、うん、来年ね、それこそ目標に向かってっていうことで、うん、同じね皆さん一緒なんだけどそのテーマで、それは実は私のためにでもあるんです、うん、自分にも言ってるようなところがあってね、うんうんうん、でこの1年間を本当にこうね、いろんなことが
そう、またのシューと本当に瞬きしたらもうなんか1年終わるみたいな本当にね、アメリカから帰ってきて1年経ったんだって、アメリカから帰ってきて、あれあれアメリカ、え、この前アメリカから帰ってきたか、なんか今日の今だったらなんかまだ隔離されてたいうっていう、12月の1日ぐらいに日本帰ってきたんで、あちょうどそれまだ隔離中で、もう家にこもってもうあのもう携帯でゲームしてるみたいな、そうすることない、ほんと1年ってすごくないですか、あっという間でしたね、あっという間ね、全然もうあっという間でした、1年1年あっという間でしたね、ねいろいろやってね、いろいろやってるから、うんうん、3つのねあのものを応援していかないといけないから、結構細かいこともいっぱい出てくるから、あっという間に1日が終わって、忙しいと思う、あもう夜かみたいな、そう夜かとか、そうだから、そうでもそうやって一生懸命1日があっとね言う間に終わるぐらい一生懸命やってるわけですよね、うんうん、そうだよね、うん、だからでも見てたらなんかバランスも取らないといけないなとか思うよね、そうえでもだから忙しすぎるのもいいけど、そしたらもう気づいたらなんか年末来ちゃってるんで、そうだよね、たまにはちゃんとなんか休む時間を取って、そうそうもうゆっくりなんか寝転んで、そうボケーってする時間も大事なんかなって、うん、大事だよね、うん、バランスですよね、本当にチャチャが言ったように、うん、だから私もそれはね最近やってるんですよ、うんうんうん、お友達と必ず大輔の友達と時間を取って会うようにして、うんうんうん、でもう本当にこうなんか大好きな人たちと何年ぶりかに、うんうん、あの連絡を取って会って、うんうん、で本当にこうなんかその人からまたいいものを吸収して、うんうんうん、で必ず向こうも言ってくれるのがすごいこう波動が高いから私、うんうん、もう会えてよかったって、うんうん、いろんなものもらえるって言われるんですね、うんうん、だからそれが大事かな、いいですね、うんうんうん、もう会えてよかったって言ってくれる、うんうん、で私もそう思って、それをね、うん、だそれをもう本当に、ま、毎日毎日だからお仕事が入ってない時は今までは焦ってたのね、いや お仕事入ってないどうしようと思って、そうじゃなくてない時はないやり方っていうのを大事にしていくっていうのを今やってるから、だから忙しくてもちゃんと自分の時間を取ってるんです、そうしないと後悔するでしょ、うんうん、僕も来年からもうそういうね、自分のプライベートの時間とか自分冷やされる時間、うんうん、増やしたらいいかなと思って、うん、いっぱい趣味持ってるのよ、そうだよね、そうそう、例えば本書いてるんですか、そう本書いたり絵描いたり絵描いたり、えそう、そう全部 DJ するのも好きだしあ DJ、うん、やってみたいです、そうだからすごいなんかいろんな趣味があるのにね、今年はちょっと横に置いてたでしょ、そうそう横に置いてたから、うんうん、そう準備ばっかりしてるのよ、なんかもう例えばあ鉛筆ねこの絵を描きたいとかキャンバスと絵の具とか買うのよ準備だけして準備だけばっかりしてるのよ、そうそう、あこういうようなもの、ね、そうそうここにも DJ ブースすぐ後ろに、そう DJ ブースはそっちにあるのね、もう準備万端そうそう、ここでもなんか昔今は少なくなったんですけども、昔結構海外から、うん、アーティスト要するに DJ が来て、うん、来てね、トークショーやってんでショーケースやってたんですよ、うん、そっちで、うん、そう番組でも今音楽の著作権がすごく厳しくなってるから、うん、番組を減らしてるんですけども、でもここで誰も使ってない時に休みの日にはここで DJ やってるんですよ、はい、自分でね、あそうなんだ、そうそう、やってたんですよ、知らなかったですよね、うん、知らなかった、だから全然もうこの 1,2 年間ぐらい何にもやってないから、うん、しずさん3年半そうそう DJ もやったりしてたから、うん、だからああいう DJ ね、うん、自分のもう好きな曲をかけて聴いたり、うん、例えば好きな絵を描いたり、もう本とか絵本も描きたいのね、あれをちょくちょくね来年からやりましょう、そうやってください、やりたい、そうやりたいじゃなくってやるやる自分の時間を大事ですよね、自分の時間を、うん、本当にそのバランスが大事だなと、うんうん、本当そうですよ ね何事もだからよくほら知ってるかな、8対2の法則っていうの聞いたことありますか、え多分聞いたこと、えどんな話でしたっけ、ね8割を自分の好きなことをするんだけど、うん、あとの2割はやっぱりちゃんと今までできてないことをやるとかね、あ、うん、そういう何でもそうだけど、うん、2割っていうのがすごい大事だっていうね、うんうん、だから8割を遊びはできないと思うから、うんうん、8割は自分の好きなことをまずやって2割をきちっと
時間を取るとか、そうするとバランスが取れる。何でも8-2、そうです。僕あの昔からの7-3とかいうコンセプトでずっと行ってきたの、その7-3というのはあの、まあ、遊びでもどんな例えばチャレンジとかいくら難しいものがあったとしても 100% は難しくはない。絶対 3% ができるコツがあるとか、で例えばあこれはもう余裕だと思ってたらそうじゃなくて絶対 3% は分からない部分があるんだよとか、そういうバランスで人生を接していったら結構ね、あの気をつけながら進めるっていう、確かにね。だから3っていう数字はそうなんですよ、あのちゃんとこうね、あのバランスが取れるね。ただその2っていうのはもう好きなものの中で2割だけ、1割だと少なすぎる、2割、せめて2割っていう2割だよね。面白いね、なんかちょっと似たような。そう 20% は努力ですね。そう努力っていうか、あのできない苦手意識、苦手な部分もちゃんと取り組む。そう、だから人の性格とかでも、あの人の話をすごく聞くのが好きな人が、あのでも 100% 人の話を聞いちゃうと人の評価っていうのはあの人何を考えてるか分かんないとか、自分のことは一個も言わないとか、何考えてるか分かんないっていう評価になっちゃうんだけど、8割をちゃんと聞いて2割を自分のことちゃんと言えたら、あの人は人の話をしっかり聞くけれども、自分のこともちゃんとあの言える人よねっていう、分かります、そういう感じになって、すって落ちました、だから、なんていうのかな、100% っていう、その逆もね、人の話、もうとにかく喋る人いるでしょ、でも 100% 喋ったら人はうるさい、もうあの人、もうずっと喋ってるから、もう聞きたくない、やかましいとか、もうっていう評価になるんだけど、8割をしっかりしっかり喋っても2割をしっかり聞く、そうするとあの人自分のことはちゃんとお伝えするけど人の話もちゃんと聞ける人だよっていういい評価になっちゃう、ね、多分あのお礼の一番の課題ですね今のね。あ、そうらしいです。8対2の法則、そうですね、2割はちゃんと人の話を聞かないと、そうしっかり、聞かないで 100% 喋ったらダメだよ。でもね、なんかあの K はなんかひどい話はね上手に、聞き上手ですよ。聞き上手ですか？聞き上手。初めて言われました。そう、聞き上手。聞き上手だと思う。そう、いつも会った時に話したり、こっちの話聞いてね、結構ね答えてもらうから。だからちゃんと上下をね見てるから。そうね。お友達の間ではきっとね、自分を出すタイプ。上限が。そう。私はあの波動アーティストなんで波動のこと分かるので、彼はでもちゃんと上下はきちっとできる人なんで、ありがたいです。だからあの好かれると思います。友達はもうざっくばらになってくると自分が出ちゃうのね。でもすごくそこがまた友達にも。でも2割だけ、ちょっと2割意識。頑張ります。はい。そしたらもうまたすごいね、いいものが。あの、輝くと思います。はい、皆さん、ね、経緯をしっかり、また今後ともよろしくお願いいたしますね。はい。もう頑張ってくださいよ、皆さんのね。はい。このね、ラジオに出てよかったって思ってもらえるようにね。はい。また、皆さん、よく覚えておいてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしてちょっとだけ私の宣伝させていただきます。はい、ですね、私もあの先ほどから来年ですね、大きなことをちょっとやっていくんですけど、大きなこととは、今まで波動メイクっていうことでたくさんの人たちにね、私がカウンセリングを通して波動を感じて、その方たちを、外観をどんどんメイクをしていったっていうね、そういうのをたくさんたくさんずっとやってきたんですけれども、来年からはですね、この波動メイクっていうのを認定講師として、4月から、資格をね、取ってもらえるような、そういったね、学校っていうのを、やることになりました。イエーイ。はい。それで、今ですね、そういった人たちの、卵の人たちが、今まず自分のメイクをした後に、自分でできるようになってっていうところから、今レッスンに来られている方たちも
いらっしゃるんですけど、あの眉3時間アイメイク3時間この6時間をこれをもってワンクールとさせていただいて、ワンクール、ツークール、スリークールっていうのを皆さんがレッスンで学んでいただいて、これを終了させていただいたら、そしたら次のその波動メイクというその認定講師の条件の一つとなりますので、ぜひぜひ、あの今ですね、このレッスン、少人数限定レッスンであったり、それからグループレッスンであったり、いろいろあるんですけど、ぜひ、あの、皆さん、あの、レッスンにまず来てください。そこから、あの、私ですね、この前、あの、特許庁の方からも、私の、その、波動メイクの、商標登録っていうのがね、届いたんですけどね、本当にこれは、あの、世界に一つ、私の波動メイクっていうのは、あの、波動メイクしずこっていうことで、ただ一人なので、これを皆さんに使っていただけるような、そういったシステムを来年から採用させていただいてます。はい。で、今ですね、はい、はい、今ちょうど、あの、この、勉強している人たちのね、ね、風景がちょっとね、あの、映ってますけれども、うん、これは高松の方でも今どんどんその波動メイクの認定講師を目指される方たちがどんどん今、今ね、頑張っていらっしゃいます。はい。来年はそこ、そういったことで一人でも多くの人たちにどんどんね、この波動メイクを、ね、お勉強していただきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい。どうも。今年もこれで、ね、終わりたいと思いますけど、またふわー言うてるけど何はーともう、ね、うん、もう一瞬で終わっちゃって、ああそうかそうか、もう終わりたくないんでしょ、もうね、いやだ、またこの調子であっという間に終わっちゃうじゃないですか、あそうそうそう、1年の終わりって考えるとね、うん、でも大丈夫です、次またね、次また、うん、自分のいいところどんどん出してまずあのワクワクする動きをしましょう、皆さんね、頑張りましょう。はい、頑張りましょうね。はい、では皆さん、はい、来年もよろしく。じゃじゃ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来年も。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。バイバーイ。良いお年を。良いお年を。ありがとう。ありがとうございます。